3戦敗戦後の三笘薫の姿が絶望してて泣けてくる。マジで悔しそう。イラン戦に関しては三笘にいい形でボール入らなかったからな。満を持して復帰してスタメンで使われず途中出場しても相手が放り込む時間になってて不完全燃焼だろうな。三笘、だけ、伊藤の理不尽2列目夫人は結局一回も見れなかったな。結局、森保 JAPAN は何一つ主要タイトルを取れてない。久保、三笘、富安らが後世に語り継がれていく時に大きな財産がないのがあまりにも残酷すぎる。アジアカップで結局一度も三笘と久保を同時に使わなかった。これだけでも解任にしていいレベル。久保、三笘、富安、森田が揃って代表を辞退しても攻める気にはならない彼らを応援するけど揃って代表に来た時は、どう応援すればいいのか。日頃から世界トップレベルに優秀な監督から指導を受けてる選手に指導するとか難しいやろな。だけど三笘はフル出場で見たかったな。